にかく今度こそサイバトロンとインセクトロンたちを徹底的に戦わせるのよ。ラジャー、自らの手を汚すことなしにね。ラジャー、お互いに憎しみを注ぎ込み憎悪を煽り戦わせる。これが一番賢い作戦よ。ラジャー、敵味方昆虫ロボ。ここ惑星ガイアでは正義のサイバトロンと悪のデストロンの戦いが繰り広げられていた。そこに新たに登場したのがインセクトロンである。ヤッホー、ホッホーイのホーイ。さすがにキッドは身軽じゃい。まあ口も軽いけどね。おいダイバー、お前ジャンプが得意なんだろ。そこからジャンプして反対側の岩場に飛び移ってみせる。あ、それいいぜ。わてはそないな危険のことはようやりまへんのや。またお前の臆病風か。人聞きの悪いこと言わんといてえな。物事は慎重にやるのが一番ですって。俺から見れば臆病なだけじ。まあまあいいじゃないが、それぞれのやり方があるんだからさ。集合。はい。はい、これが確認されているインセクトロンよ。私はこのインセクトロンたちとは話し合えば和解できると考えている。しかしライオコンボイは奴らに襲われたんだろうが。そうだそうだ、ガーンとぶっ倒しちまうぜ。いや、これは戦った者にしかわからない感覚なんだ。さっぱりわかりまへんで。私の持論なんだが、戦えば相手の武器ではなくて物の考え方がわかるのだ。人格全体がな。どういうこったい。一を聞いて十を知る俺にもさっぱり。ライオコンボイとも話していたんだが、奴らは追跡してまで自分たちを攻撃しようとはしなかった。おお。考えようによっては彼らの生活圏に入った我々を追い払っただけなのかもしれない。インセクトロンを発見しても勝手に攻撃しないように。もう少し様子を見よう。ライオコンボイのご意見ごもっともです。点で納得できんぞ。攻撃を仕掛けてきたのはあいつらじゃねえか。サイバトロンたちはどう頑張っても地上を這いずり回っているだけ。私たちはこの大空からインセクトロンを発見しましょう。ラジャー、そうすれば私たちの作戦は成功しやすくてよ。どうやらこの近くにインセクトロンの住処がありそうね。ラジャー、お待ち。私たちが攻撃するんじゃなくてよ。いいからついてきなさい。ラジャー、インセクトロンの様子を探れって言われてもな。とっ捕まえて調べろってことか。虫ピンで止めて箱にでも詰めるか。それじゃん昆虫採集でんがな。わてら夏休みの自由研究してるんやおまへんで。だから叩きのめすのが一番なんじゃい。デンガだ、マンガだ。いきなりの攻撃かよ。インセクトロンが襲ってきたんじゃねえのか。敵はどこじゃ。9時の方向、逃げつけ。追ってきた追ってきた。ビビ成功よ。ラジャー、このままアニマル君たちを誘導してインセクトロンの巣の中に放り込むのよ。ラジャー、あとは勝手にドンパチが始まるわ。すぐに乗っかっちゃうのよ。まあ正義感に燃えてる分だけ引っかかりやすいのかな。単純なだけだったりして。むーん、あんたは何言ってんのよ。むーん。おめえまた変てこなもん作ったのかよ。変なもんなんかじゃないよ。いろくでもねえもんばっかだろうが。キャラクターばっかし。これで相手に敵意があるかどうかがわかるんだ。ほら、このところなんかわけのわからないのが出没してるだろう。なあ、そういえばな、俺たちのことを憎んでいるのかそうじゃないのか、こいつが瞬時に判定してくれるんだ。ん？こりゃかなり敵意があるぞ。何言ってんだ。
俺たちは仲間だろうが、その機械の方がイカれてんだよ。いや、この機械は正確だ。うぅ、止めてプラスモーター。うわぁ、ありがとうでござ。だから坂を下るときは歩けって言ってるだろ。これが一番楽でござ。お、何かが接近してくる。なんだ。では早速。奴らに敵意はないな。本当か。悪い奴らに追われているの。あとはお願いね。ラジャー。お、別の奴らも接近中だ。あ、やっぱりあいつらじゃい。インセクトロンの仲間か。攻撃されて黙ってられるけ。行くぜ。待ちなはれ。ライオコンボイハンが言うておりましたやろ。インセクトロンめっけても様子を見ろっちゅうて。ああ、確かに。ここは慎重の上にも慎重に行かなあきまへんがな。またダイバーの臆病風か。なんやて。わしはそれが我慢ならんのじゃ。何かといえば慎重慎重って。お前それでもサイバトルの隊員か。弱虫めかくれ。それは聞き捨てなりまへんがな。おい、弱虫だから弱虫と言ってるんじゃ。わてがいつ弱虫なんかになり下がったんかいな。いいででキッド、臆病者は置いてくぜ。おい、ピコ。しゃあないな。リュわしの強さを見せてやれ。なんだ。うわ、敵意無限大、すごい。俺たちの生活圏を荒らす奴らを見逃すわけにはいかんで。断固戦うでごわ。シザーボーイ変身。パワーハッ変身。ドリルナッツ変身。ビッグホー変身。ダイバー変身。タスマニアキッド変身。ほら、やつらもやる気満々じゃい。おいどんはパワーハックでっこ。わしはビッグホーンじゃい。どんなもんじゃい。なかなかやるでこった。みどんも負けんばい。お前さんはワテが相手や。ドリルナッツだ。おお、ピーナッツニトルさかい。ドリルナッツですか。うるさいカエル、行くぞ。ほりゃおりゃおりゃおりゃ。俺はシザーボーイだ。タスマニアキッドだ。ガキと少年か。こりゃいい取り合わせだぜ。へへん、こっちはな、昆虫採集に来てんだよ。ま、キッドだから昆虫採集にはもってこいか。いいわよ、いいわよ。こちらの思い通り。あじゃ、頭は使いようね。メガストーム様の作戦通りです。あとはお互いが消耗しエネルギーを使い果たすのを待つばかり。よし、大事にすらすと。スタースクリームの元に行き、走行駅のスタンバイだ。お。おかしいな。はい、ダイバーたちの定期連絡1時間も遅れています。スクーバーと連絡を取ってくれ。はっ。スクーバー、今どこだ。はい、350 F ポイントに。ダイバーたちの姿を見かけなかったか。いえ、定期連絡も入らないのだ。はっ、それでは探してみます。あいつらから最後の連絡が入ったところは503C ポイントです。よし、私たちも行ってみよう。はい。力技では負けんでごわ。一本でごわ。まだまだ。また一本。
じゃがなぜだ。俺が倒れている隙に二次攻撃をすればいいものを。なぜ倒れている俺を攻撃せんのじゃ。それは武道家の心得。卑怯な真似はせんでごす。正々堂々と戦うでごす。なんでじゃ。こりゃこりゃみやこりゃ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 。ふわつだんですって。武器の手入れは怠ったらあきまへん。そんなバカな。おいおい、わてら戦ってるんと違いまっか。それどころじゃない。僕の調整したミサイルが爆発しないなんて納得いかないっちゅうの。どないなっとるっちゅうのに。くらやがれ。なんだお前、岩なんか投げやがって。こんなもんでやられると思ってんのか。へへへ、違う違う。お前がハサミで俺は岩。じゃんけんで言えば俺の勝ちだ。このハサミは安全カミソリとは違うんだぜ。そりゃそうだ、安全な武器なんてあるもんか。おりゃやるな。おい、これで2勝2敗じゃい。引き分けでごわすな。ビーストモード、ちょっと一息入れさせろ。そうでごわすな、ビーストモード。力技ばかりだからパワーが切れたい。まったくでごわす。おい、俺たちもたんまたんま賛成。ビーストモード、ビーストモード。なんや、休憩かいな。ビーストモード。アンさん、まだやっとんのか。うん、納得できん。おい、ビコン、こいつら本当に悪い奴ら。それよ、なんだか戦って気持ちいいのは久しぶりじゃない。違うんじゃねえか。なんか様子が変ね。休憩を入れたりして。ラジャー、ラジャー、ほな行きまひょか。はいな。もう、なぜ私の指示を仰がないの。まったくあの漫才コンビ。ビビ、総攻撃よ。ラジャトランスフォーム。お前たち一体何者なんだ。それを聞きたいのは俺たちの方だよ。トランスフォーム。いかん、デストロンとサイバトロンの戦いに巻き込まれる。そうでごわすな。引き上げな。何やってんだ、いつまでも。納得できない。もうあなたたちは逃げられないわよ。あ、じゃあ変身。変身。どうしたんだ、ビッグホーン。エネルギーを使い果たしたようだ。戦闘体系になるのにはもう少し時間がかかる。引くわよ。ダイバー、ワテにはまだエネルギーが残ってま。ここはキッドとワテに任せて、ビッグホーン班だけでも逃げながれ。今のうちや、早よ逃げながれ。ダイバー、すまん、わしお前のことを弱虫なんかと言ったのに。気にしてまへんて。慎重なのはワテの性分やさかい。わしが臆病者なんて言わなかったら、こんなことには。ええから、はよ、
逃がさないわよ。もっと囲みを狭めるのよ。ラジャー、ダイバー、こりゃまずいぞ。ワテらのエネルギーもあとわずかや。おい、まずいんじゃねえか。ほんまやで。何よ。アパッチ、行くぞ。は、変身。変身。ま、ライオコンボ。レーダー撹乱弾。なんで味方のミサイルが飛んでくんねん。うわっ、キッド、今のうちだ。ライオコンボやんが助けに来てくれはった。こっちこっち。おりゃ、見せろ。こらあかん。スキー際が肝心ちゅうことや。インセクトロンを発見しても攻撃はするなと命令したはずだが、ダイバー。いや、ほんま言葉もありまへん。ライオコンボイ、悪いのはわしなんじゃ。ダイバーはヨセと止めてくれた。ダイバーは何も悪くないんじゃ。俺この通りじゃ。ライオコンボイ、本人わしの勇み足やった。ダイバー本当にすまなんだ。お前は弱虫なんかじゃない。真の勇気のあるやつだ。すまん。ビッグホーン、せやからわてほんまに気にしてまへんて。ビッグホーン、ダイバーはさっぱりしたやつだから。そうそう、ポン酢みたいにな。関西うどんの汁みたいにね。すまん。わし、ライオコンボイの言うことが分かったような気がするんじゃ。何のことだ。戦えば相手のことが分かると。ああ、うまく説明できなかったが、わし、分かるような気がしたんじゃ。なんか、インセクトロンは悪いやつじゃないような。そうそう、俺も感じたよ。わてもや、変な奴らだったけどね。そうか。ここをこうやったりして、ここはこうでしょ。ここはこう。おい、またやってんのか。この前のは点で役に立たなかったじゃねえか。だから今度は改良型だっちゅうの。世話ねえな。うわー、止めてくれボス。シエラね。止まってボス。うわー、こうなったらどこまでも行ってやるね、ボス。アルテミスト、ムーンのセカンド通信。いよいよインセクトロンさんの6人が揃ったわね。今日はみんなの力のおさらいをするムーン。パワーハックさんは丸まって体当たりするのが得意なのよね。ドリルナッツはドリル攻撃ムーン。シザーボーイさんはお尻に鋭いハサミを持ってるのよね。マンティスはカマキリ殺法と円盤攻撃ムーン。口からの水鉄砲発射にミサイル発射。ビッグモスは口から巨大ミサイル発射するし、羽はハサミになるもん。見かけによらず強いのよね。見かけによらずってどういうことだ。モンシロチョウのモンコちゃんにはかっこいい、素敵って大評判なんだぜ。見かけ通りにしつこい。また来週もん。見かけによらずってなりたくない、持てる力を。
ために